はいどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。今日はですねちょっと僕的には踏み込んだ内容だなっていうふうに思って企画を作ってるんですけども、何かと言いますとですね、僕の花火の必勝パターンをお話ししたいと思います。これね、まあ日本式決定戦が終わってだから出せるっていうのは多分にありますよね。さすがにこれはその前には言えなかったので、まあ、ただね本当に日本一決定でいろんな方に応援してもらったり、僕の花火をこう見てね喜んでもらえたりして、まあ、そこに関する感謝の気持ちもね込めながら、ぜひ皆さんにもねこれ使ってもらいたいなと思って、まあ、思い切ってお話ししたいと思います。で先に言っておきますと、花火のパターンってこれじゃなきゃダメかっていうと他にも当然あります。このパターン以外でもできるんですけども、これ見つけたらほぼほぼ必勝だぞっていうパターンを今日は余すところなくお伝えしますので、ぜひですね最後まできっちり見ていただいて、ご自身でも花火ね試してみてもらえたらというふうに思います。では早速いきましょう。合計4本、今日アタック見てほしいなというふうに思ってるんですけども、このパターンにはまる場合って基本的に全開以外はないのですよね。なので全部全開いいです今日はね。はい、いきます。こんなような村をね選んでほしいって、まず村選びからいきますね。で花火を使う上で僕が必ず気にしているポイントは何かっていうといくつかあります。一つはタウンホールの場所、これですね。タウンホールの場所が、割とその隅っこの方にあるか、要するにこういうところにあったりとか、あと、一番ダメなのはど真ん中ね。ど真ん中にタウンホールがある場合、これも絶対ダメ。この辺にある場合はこれ3区ですね。まあ、やれるときはやれるし、やれないときはやれないって感じですね。で、まあ、このね、三角のところ、僕が日本一決定戦で敗退を決めるアタックをしてしまった、場面、まさにこの位置だったんですけども、ここはね、ちょっとコツがあります。そのコツはめちゃ長くなるんで、また別の機会にね、話す時があったら話そうと思うんですけど、とにかく、こういう位置にあること、こういうね、9個にはこうマス目を割ったときに、このどこかの隅にあること、これがまず、第一条件です。で、第二条件。この9個にこう割ってみたときに、今言ったここね、ここにタウンホールがあるとするじゃないですか、タウンホールがね。そしたら、ここかここね、どちらかに、アチャクイないしはロイヤルチャンピオン、プラス、相手の主要防衛施設があるかどうかです。はい。どういうことかっていうと、今この丸書いた位置ありますよね、こことここね。こっちが何もないっすよね。対空砲とかアチャトぐらいしかないんで相手にならないんですけど、この右側の方って投石機とロイちゃんがいますよね。おまけに対空砲まである。まあ、この対空砲はおまけですね。ロイちゃんないしはアチャ食いがいて、で、インフェノタワーでもまあいいです。一番いいのは投石ね、投石があることがベスト。イーグル砲はねここになくてもいいかな。まあ、イーグル砲でもいいんだけど、ミグル砲は逆にあんまり行きたくないです、個人的には。なんでかっていうと、割とイーグル周りって、テスラがニョキニョキ生えてきたり、あと、リクスケルトンがいたりして、ヒーローで壊せないようになってるケース多いんですよね。なので、まあ、そこは誘いかなと思って僕はあんまり行かないですね。今回みたいに、これ、投石と、ロイちゃんがいる場合、これもベストですね。最高の場所です。で、ここに、そうすると、ここまでで見えてくるのは、突撃艦で花火をこの辺に上げますよね。で、ヒーローたちね、要するにキングとクイーンをこっち側に入れていくっていう形がまず見えてくるわけですよ。そうすると、おのずと面はこっちなんですね、ここ。この面がドラゴンになります、こういう風に。それはそうですよね。こちら側の面にしちゃうと、キングとクイーンが、入っていった後、そこから先仕事がほぼほぼできないんですよね。もったいないです。なんかね、ここにね、金庫入れるんだったら、今この星書いてこっち側から行きたくなっちゃう人も結構いると思うんだけど、序盤ね、こう、このスペースが狭くなるからドラゴンたちが密集するでしょっていうふうに思う方も割といると思うんですよ。だけど忘れないでほしいのは、この花火っていう戦術はドラゴン戦術なんですよ。で、ドラゴン戦術っていうのはヒーロー戦術なんです、実は。
これね、ヒーローを序盤にロストしてしまうと伸びないんですよ、本当に。でヒーロー、要するに、ユニコーンがついているアーチャークイーンだったりロイヤルチャンピオンが最後生き残っていると、これがねグイグイ伸びるんですね。なので、キングとクイーンは基本的には殺さす、まあ、じゃあキングはもうやられちゃっていいんですけど、クイーンはやられないような形を作っていくっていう必要があるんですね。なのでこういうね、今この3次方面ここをキングクイーンで潰しながら、この部分からこうね、ドラゴンを入れていくっていうパターン、これもキングクイーンロストしちゃうんで絶対ダメですね。やんない方が僕はいいと思います、はい。でここに、キングクイーンを入れる。で入れるときにさらに見る必要があるのはこれクランジョの位置です。このクランジョの位置っていうのがすごくこれ重要で、こんな範囲になってるんですよね。これギリギリロイちゃんのところにこうかかってますけども、こんな風に、まあ、花火が決まってさえいればこのクランジョって壊すことができてるはずなんですね。この辺一掃できるんで、なのでなんだ、キングクイーンがこの範囲に入る頃には援軍が出てこない状態になっている、これがベストです。こっから、アイスゴーレムとかラバーハウンドが出てきちゃうと地獄を見るんですね。なので、それが入っていても、もう、なんだ、ガーゴイルがクランジョを壊してくれて出てこないようになっているっていう状態を作ることがもうこれ必須です。100% 決めようと思うんでしたら。はい。まあ、何が入ってるか分かんないじゃないですか。例えば、まあ、スパガゴが入ってるとか、今言ったアイスゴーレムやラバーハウンドが入ってない可能性も十分あるんですけども、まあ、そこで運を手に任せるっていうんだったらやってもいいんですが、確実に決めるんだったらスパカゴたちでこのクランジョを壊す、タイミングでこのキングクイーンが入るんだったらこのクランジョの、ね、範囲に入っていく、そういう位置関係、キングクイーンを流し込む場所、ね、ここね、この場所にこのクランジョが隣接していないってこと、これめちゃくちゃ重要なポイントです。まあ、今回のケースね、これなんか相手のクランちょっとダメダメクランでキングが入ってないんであまり関係ないっちゃ関係ないんですけども、今言ったようなアイスゴーレムラバハウンドが入ってる場合にはこれ完全に無視できちゃうんで、確実にねそこは押さえておいてもらいたいポイントかなというふうに思います。はい。で、それをやった上でですね、次見るべきポイントっていうのは、この面からドラゴン入ってくわけですよね。その時にこことここをカットしておいてほしいんですね、四隅の方を。で、なるべくドラゴンをこのくらいの幅から出していってもらいたい。で、遠目をかける段階で全部のドラゴンが遠目に入っている必要はないと僕は思ってます。まあ、ここはね、諸説あって意見分かれるんですけど、僕はそれよりも多少広く取っちゃってもいいかな面をっていうふうに思っているタイプで、どちらかというとですね、壊したのはここなんですよ。ここにしっかりドラゴンを向かわせるためにはある程度序盤広く面を取っておいて、ドラゴンたちをサイドのドラゴンでカットを入れていきながら、この辺ね、真ん中のドラゴンがしっかり中心部分にこう向かっていくような、形を作る方がいいかなと思っていて、これをまとめてこう狭い範囲からね、ごめんなさいね、こう狭い範囲から出しちゃうとドラゴンたちがこう結構四方八方に飛んでっちゃうんですね。こういう風に分割しちゃうので、そうすると真ん中をしっかり壊しきれないっていう、まあ、ケースが生じるって思っているから、少し広めに出すっていうのは自分がいつも意識しているポイントですね。それを踏まえて早速見ていきましょうと言いながら、もうすでに8分喋ってますね。だいぶ喋っちゃったけど、まあ、これをね意識しながら見てください。でエアスイーパーはライトニング2発使って壊しちゃって構いません。壊してしっかりと、スーパーウォールブレーカーで壁を開けていきます。開けていきながら両サイド、ベビードラでカットをしていきます。こんな形ですね。でここはキングでカットしてますね。これねベビードラ使ってもいいんですけど、これキングが確実にこちら側に歩いていくルートが作れるなっていう風にこう思えたから、僕はキングを使いました。このねアチャトをしっかりドラゴンがカットしてくれますからね。でここのね壁に穴が開いてたりするとキングが中入っちゃうんですけども、それもないので、まあ、問題ないかなと。壁にこの隙間があったりする場合にはベビードラでカットしてキングがこのイーグル砲の方に入んないようにしてくださいね。で突撃艦落として、インビジをかけてから落としますね。でクローンレイジをかけていって、一気にスーパーガーゴイルでこの辺タウンホール周りを一掃していきます。はい、こんな感じですね。で、後ろからついてきた、ドラゴンたちっていうのがこれ真ん中にしっかり向かってるの見えるでしょうかね。何匹かやられちゃったんですけども、真ん中のあとマルチインフィールドまでこうインドラが向かっていってくれてるんで、これでベストというか、まあ、ベターな感じですね。はい。で、最終的には散らばったドラゴンたちがもう外周しかないので、なんでねこれヒーローゲーかっていうと、ストップしますね。この状態で見てほしいんですが、アウトアクインがさ、もう全部の防衛をたげれるんですよ。わかりますかね。これ
ドラゴンたちがもし仮にこれいなくなっちゃってたとしても、まあ、ロイちゃんも、ね、いなくなってたとしても、フローク残したクイーンが、まあ、インビジブルもこれ2枚残ってるんですね。もうこれ以上必要ないと思ったから打ってないんですけど。で、この状態で全部壁の外側、この外周部にこう流れたとして、こっから全部打てるんですよね。まあ、この辺は無理かな。だからこれは中から打ってほしいんだけど、打ち終えたら外周に回ってぐるっと歩いてくれれば全開になるんですね。で、こういう状態に、大体うまく花火が行くとなります。で、なった時にアーチャークイーンが序盤でやられちゃってたりすると、最後のそのね、取れるべき回収が取れなくなっちゃうんですね。で、全開逃すっていうケースがよくあるし、まあ、見られるので、僕は、こういうような形で、クイーンをちゃんとユニコーンつけてあげて、なんだっけ、クローク残した状態で、最後生き残らせる。で、それによって残った、まあ、施設が、まあ、15% 分ぐらいなら余裕で取れるかなっていう感じですね。この、花火ってスピードめっちゃ速いんで、こんな感じで全開に取っていけるというところですね。はい。では、これを踏まえて次のアタックも見ていきたいと思います。次はこれかな。まあ、さっきのがもう完全な典型的なね、刺さるパターンでしたので、まあ、これから先刺さるパターン、これも刺さるパターンだけど、若干ね、違います。ここ、隅っこではないんですよ。まあ、若干この、本当はここにね、アチャクイと、マルチがあってくれたらベストだったんだけど、こっち側にあるんですが、あんまり気にしなくてもいいですね。そのここまで細かくは。で、ここ、はい、見てほしいんですけども、さっき言えなかったんですけど、これ、エアスイーパーね、タウンホールの側に向いてるエアスイーパー、まあ当然無視。タウンホールと反対側に向いてるエアスイーパーっていうのが、まあ当然ながら、これ、ドラゴンの足止め役になっちゃうので、壊すわけなんですけども、これね、よく、エアスイーパーだけをライトニングでもう無条件に壊していく人がいるんですね。ちょっとこれすんごいもったいないんで、特に花火をやろうって思っている方は気をつけてください。花火の天敵ってアシャクイとロイちゃんなんですね。かなりのところが。なんで、こいつらを早めに処理したいわけじゃないですか。ってなると、ライトニング2発のダメージで、まあ、約1000ちょい、アーチャークイーンにダメージ入れられるんですよね。で、エアスイーパーの付近にアチャクイーンやロイちゃんがいるケースって結構あるので、このライトニングをこんな感じでアチャクイーンにも入れてください。こんな風に。で、アチャクイーンに入れると、アーチャークイーンって大工が回復させない、しないんですよね。だから、入ったダメージがそのまま残ります。こんな風にね、大工が今これ、ウォールブレーカーの、ダメージで巻き込まれた、ちょっと回復しましたけども、アーチャークイーン回復しないじゃないですか。だから、これはダメージ残るんですよ。絶対にこれ入れた方がお得なんで、この背のダメージって、バカにならないぐらい大きいのでね、アーチャークイーン攻撃力高いから、しっかり入れていく方がいいと思います。で、トームをかけて、バーバリアンキング体力高いんで、そこにレイジを打っていきます。これによって、ドラゴンの進行が早まるという形ですね。で、タウンホールの、手前でクローン、インビジブル打ってから突撃感を落としてクローンレイジ。で、さらにインビジブルを重ねがけしていて、タウンホールまで壊していきます。こんな感じですね。はい。で、黒爆弾がたくさん出てきましたが、まあまあ、この辺、黒爆弾をね、スーパーガーゴールが回収してくれたことによって、後ろのドラゴンが伸びるので、まあ、これでお役御免ですね。中央部分がちょっと、壊しきれないかと思ってロイちゃん中央から出したんですが、まあ、ここの形になっているんだったら、この辺の対空砲を切っちゃってもよかったかもしれないですね。はい、こんな形で。あとはもう外周しか施設がないので、また今回もアーチャークイーンがクローク残した状態で、外周これ回ってますね、こっち側から。このアーチャークイーンが仮にここで、もう、ドラゴン全部落っこっちゃってたとしても、回収を仕切ってくれる形にほらなってったし、こんな感じで。なっちゃうんですよね。なので、そのままあとは押し切れるというところですね。まあ、今回ロイちゃんもいてくれたんで、もう楽勝のムードが流れてますけどね。というところです。なんでね、村さえ選べば、もう最低はいけるのが、この実は花火っていう戦術で、僕前、日本一決定戦の感想の動画をですね、数日前に上げてるんですが、そこで、パターンにはめることの大事さっていうのを話したんですけども、まさに僕が、この花火でやってるのがこのパターン化ですね。この、村の形を見つけた瞬間に、あ、これ花火でいけるわっていうふうに、もう間髪で入れず考えることができるので、で、対策って言ってもね、トルネードトラップぐらいなんですよね、多分できるのって。
なのでトルネードがあった場合にじゃあどういうリカバリーして星2から、延長ワンチャン旋回狙っていくかっていうプランもちょっと今日はねもうだいぶ長くなるんで話しませんけども、しっかり持っていさえすればだいたいこういう村を見つけた瞬間に、対策されてなければ、まあ、ほぼほぼ 100% で対策されていて、まあ、トルネードがあったとしても6、7割ぐらいはいけるんじゃないかなっていう、ところですね。旋回取ることができるんで、かなりですね、僕はこれのパターンはいいんじゃねえかなというふうに思っています。はい。で、今回のこの村ですね。で、どんな風にこれも攻めるかっていうと、やっぱりロイちゃんと、ここにマルチインフェルノがあるわけですね。反対側にはアチャクイとマルチがあるんですけども、これはどう見ていくか。ですね、確かね、こっち側に入れていくのかな。あ、じゃあ、こっち側に今見た感じ入れたいけど、どっちに入れたかな、ちょっと忘れた。あ、でも、そうですね、こっちの上側に入れてきますね。はい、多分スーパーボールブレーカーでこれから壁を開けるんじゃないかと思われますが、そうですね。で、なんでじゃあこの面を選んだのか、両方ともね、いけそうなのにっていうポイントなんですけども、上から実は行った方がこの投石機ね、ここに花火を巻き込めるんで結構強そうに見えるんですよね。だけど僕が見たのはどっちかというとこっちですね。このね、バーバリアンキングがここにいるじゃないですか。で、投石とおでん像がありますよね。そうするとキングクイーンをこっちから歩かせた場合に、このキングにねクイーンが捕まってしまう、ないしはおでん像投石にクイーンが撃たれちゃってクロークを吐かされたり、まあ、最悪の場合ユニコーンが落とされる、もっと最悪の場合はマッチャクリスのものがいなくなっちゃうっていうケースがあるので、こっち側歩かせたくなかったんですね。なんで、こっちのルートを歩かせていきたかった。だから面としてはドラゴンをここにしたということですね。こういう面を選んだという形になります。で、続き見ていきましょう。これキングがね、そうだよね、これ逆走してます。まあこれね、確かなんだっけ、日本式出て負けたその夜に攻めてるんで、もう、シッピのどん底で攻めている、花火ですね。はい。たまたま手持ちのユニットが花火だったんで、もうそのまま行っちゃえ、みたいな感じで行きました。これはね、はい。まあ、悲しみの花火でしたけども。ただまあ、こんな感じですね。しっかりと、クローン、インビジブル、レイジかけていきながら花火を打ち上げていって、まあ、キングはね、偶然にも、ヤクが壁開けて、この、イーグル砲の区画に戻ってきてくれましたね。まあ、これがあったおかげで、だいぶ、アーチャークイーンの盾役になってくれて、アーチャークイーンが未だに生き残っていられるというところですね。真ん中のこのマルチインフェルノが残っちゃってるのが痛いんですけども、ここね、アプローチさせられませんでした。もうさっきも言ったように、もう周りが見て、ゆっくり攻めるなんていう心境じゃなかったんでね、だいぶちょっと攻めが雑にはなってますね。まあでもまあ運よくインドラが合流してくれて、まあ救われたかなっていう感じです。はい。でまあキングがね壁殴りまくっちゃって変なルート歩いておかけて、このなんだっけ、三順次方面んでアーチャークイーンがこうクロークをもう使わされる試合になりましたね。ロイヤルチャンピオンにキングがちゃんと当たってくれたりすれば、まあ別にここで当然クロークを吐く必要もなくって、アーチャークイーンがまたさっきみたいに無双したんですけども、そうはならなかったかな。で、まあ、代わりにロイちゃんを、なんだ、こっち4時方面か、こういう風に当てたおかげで、その当てた側にいたドラゴンたちが生き残ってましたね。なので、大量のドラゴンとインドラ1体が、まあ、大量って言っても3体か。が、まあ、最後、こうね、施設を壊して、前回まで生きたというところですね。はい。てな具合で、まあ、キングと、やっぱりクイーンをね、生き残らすことができる、ルートっていうのも、さっき言ったその、キングクイーンでどこを壊すかという場所選びと同じくらい重要なんですけども、今回のケースっていうのは、それを意識した、面選びができていたかなというところですね。ちょっと長くなりましたね。もう1本あるんですけども、前回リップは、まあ、この3本ぐらいにしておきたいかなというふうに思います。今回話をしたですね、ドラゴンを使った花火なんですけども、まあ、ドラゴンの編成は別に、まあ、ロケバルを混ぜてインドラなくしたパターンでもいいと思うし、あとまあインドラを入れたパターンでもいいと思うし、そこは、自分が序盤のサイドカットとか、まあ、どれぐらい技術持ってできるかっていうところに、こうね、相談しながら選んでみてもらったらいいのかなと思います。ロケバル使った方が、まあ、サイドカット序盤しやすいんで、難易度は多少差があるかなっていう気はしますけども、インドラ使った方が当然破壊力が高くなるので、
中盤から終盤ドラゴンのもう一歩の伸びっていうのが期待できますね。なんでまあなるべくならインドラ入れてあげた方がまあスーパーユニットの選択としてはいいかなと個人的には思います。でこういう風な形でパターンをお話ししてもうまくいかないケースってやっぱりあると思うんですね。でうまくいかない場合はどこが問題かっていうと、一番気をつけてもらいたいのは突撃艦を当てる位置ですね。当てる位置が、あまりにも、変な位置に当たってしまうと、花火のバリューが取れなくって、ほぼほぼ呪文使った部分がタウンホール壊すだけみたいな感じになっちゃうとか、まあ、そういうケースがあります。なんで、そういう場合はちょっとね、気をつけて、花火をどの面、どの位置で打ち上げるかっていうのを考えてほしいというところと、これ流しながら見ますかね。あと、もう一個はですね、呪文を打つタイミング、まあ、その素早さですね。まあ、自分の花火、どれぐらいの、なんていうのかな、時間で呪文を打ってるかって、まあ、ちょっと見てもらうと分かると思うんですが、だいぶバババババって打ってるんですね。で、これね、インビジブル1枚無駄にするレベルで、呪文ゆっくり打つ方もいたりするんですけど、それやめた方がいいですね。で、もう一個、これかな。レイジの呪文を打つ位置。これね、ババキンで、ドラゴンがだいぶ足止めされるんで、ババキン倒す子にレイジ打つのおすすめですね。はい。で、まあ、それは小技というか小ネタ。こんな感じで、はい、落とすときにインビジ、ドドンとほら、こんな感じで。で、インビジブルが効いてる間に花火が1回か2回ぐらい打ち上がるぐらいだといいです。これね、クローンレイジ打った瞬間に、花火のインビジが切れちゃうみたいな。ゆっくりしたペースで打つ方もいらっしゃったりするんですが、それね、インビシの効果時間がもったいないので、やめた方がいいですね。もうドドドッと打つ必要があるっていうところですね。で、もう一個ね、ドドドッと打つ理由は何かっていうと、この花火って実はタウンホールを壊す以外に、サイドカットの意味合いもあるんですね。なんで、今回ここに打ち上げたじゃないですか。ここに打ち上げたので、ドラゴンたちがこういう風に割れてくれたんですね。こういう風に。こういう割れ方がベストですね。でドラゴンたちがゆっくりこの花火やってるとドラゴンたちがここに入ってきちゃうんですよ。で入ってきちゃうとどうなるかっていうと、スーパーガーゴイルに巻き込まれて、投石のダメージを食らったりとか、まあ、最悪の場合はこのポイズン効果の中にスーパーガーゴと一緒に入っていっちゃうんですね。まあ、僕もまさにこれ日本一決定戦でそれやっちゃったんですけど、レイジ打つタイミングが早すぎてドラゴンの進行が早くなりすぎちゃって、でポイズンダイブしちゃったっていうねパターンなんですけど、このポイズンダイブを主力の手持ちでやったドラゴンとかインドラに絶対させないようにするっていうのも大事で、まあ、そのためにもクローンとインビジブルレイジのその打つスピードっていうのはめっちゃ大事です。これゆっくりやってると本当に失敗するんで、もうダダダッと一気に打つ、その練習っていうのはもしできない場合にはやっといた方がいいかなというふうに思います。というところですね。大体これで僕の、必勝パターンにはめる時の、花火の打ち上げ方だったり目選びに関しては以上になります。どうですかね。結構これ以外にも細かい点はあるんですけども、形としてこれをまず意識しながら、そういう村を見つけたら試してみてもらって、でうまくいかなかったらですね、まあ、今言ったような、ポイントのどこかが悪い、まあ、あとはドラゴンが広がりすぎちゃってるとかそういうところもあるかな、はい、があるかなと思います。で、これをやってですね、誰でも取れるよって僕が自信持って言えるのは、大体今この形の村ね、この形の村を見つけた時に誰でも取れるよって僕が言えるのは、大体7割ぐらい、いって7割、6割ぐらいかな。でそこから先は何があるかっていうと、ロイちゃん出す場所なんですね。あと残ったインビジブル、インビジブルをどこで打ち止めにするかっていうその判断だったり、ロイヤルチャンピオンを出す場所っていうのが実は中盤から終盤にかけてはものすごい重要になってくる戦術です。ここはねアドリブがだいぶ入ってくるので、一概にこうがいいですよっていうふうには言いにくい部分ではあるんですけども、はい、なのでそこに関してはやり込んでいっていただきながら覚えてもらうしかないかなとは思います。でこういうタイプの村を見つけたら、まあ8割なくとも9割はちゃんと取れるようになってきたら、もうそれぐらいで完成したというふうに思ってもらっていいんじゃないかというふうに思いますので、よろしければですね、ぜひこの形の村探して花火ガンガン打ち上げてですね、気持ちのいい前回を撮ってみてもらえたらというふうに思います。はい、
というところで本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、私のチャンネルですね、こんな形でクラン対戦の買い付けの動画中心にやっております。タウンホール14から12まで幅広く扱っておりますので、今回もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。